はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女11月11日アップデート情報をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで先ほどですねディスコードが更新されましたので早速見ていきましょう。まずはこれが本日の昼前かな10時40分に更新されたものになります。11月8日実装の半か翌週かなについて下記の問題がございました。これが作付き追走の仕様に関するご表記、11月8日に公開いたしました作付き、追走の告知において仕様の説明と参加条件に誤りがございました。正しい仕様、参加条件は下記の通りになりますと。下記の2つの条件によって作付き追走の回数が変動いたします。1、首相が作成された時期。2、現在の首相レベル。それぞれの条件は下記の通りとなりますということで、まあ基本的にはこれはまあ前回来てた初心者用のものになるんですけど、まあそれに不具合があったっていうことですね。まず A、 9月27日以前に作成された首相様、まあアカウント作った首相様ですね、作付き追走には参加できません。 B、 9月27日以降に作成されレベル100未満の首相様、告知の通り有効期間内であれば作付き追走を何度でも実行できます。 C、9月27日以降に作成されレベル100以上の首相様、有効期間内であれば作付き追走を一度だけ実装できますと。そして D、 11月8日以降に作成された首相様、告知の通り有効期間内であれば作付き追走を何度でも実装できますということで、まあこの ABCD にね当てはまるような、まあ、条件の方はできますよということになります。まあ A の方はできないのかな、作付き追走には参加できませんということなので、まあこの条件に自分がどれに当てはまるのかなっていう、まあ最近始めた方ですよね、は見て、作付き追走ね、まあ追走っていうのはねかなりいいものになるので、まあ何回もねリセットして、あこの育成、あこの出資副将か育てて違ったなってなったら追走してまた違う副将に、まあその素材か育成素材をつぎ込めるっていうことができるので、まあ自分のねまあ期間内またはレベルとかかなをに関してそこに到達するまで何度でもねやり直せるっていうのはね非常にいいことなので、まあうまく利用してもらいたいなと思います。そして育成応援の達成条件に関するご表記、まあこれは僕たちもですね、まあ今は関係あるものになります。でゲーム内の説明文において育成応援の達成条件に誤りがございました。正しい達成条件は下記の通りとなります。誤っているのが任意 MR 副将メイン属性をバツ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 まで育成と、で正しくは任意 MR 副将のメインステータスをバツ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 まで育成ということですね。まあメイン属性かメインステータスかっていうところに なっています。まあね、まあ前からやっている、まあ、僕たちみたいな副将様に関しては、まあ、メイン属性って言われてもね通じはしますけど、やっぱ初心者さんはね、まあその辺ちょっと通じにくいと思いますので、まあメインステータスっていうのが正しい表記ですよということですね。そして、次が誤っているのが任意 MR 副将覚醒を X 回行う、正しくは同じ MR 副将の覚醒を X 回行うということで、これ同じ MR 副将じゃないとダメってことですね。そして3番目、誤りですね。こちらが任意 MR 副将専属武器レベルバツバツを入手する。で正しくは任意 MR 副将のレベルバツバツの専属武器を入手ということになります。こちらの表記は11月15日の定期メンテナンスにて修正を予定しておりますということで、これまだ修正できてないってことですね。5日後のメンテナンス、次のメンテかな、で修正される予定ですね。で改めましてご表記、ご表示でご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんということで、引き続き放置少女をよろしくお願いいたしますというのが、まあ昼前にあったことですね。今度昼過ぎです。昼過ぎの本日昼過ぎ13時35分ですね、放置少女ラジオディスコード特別配信スタートということで、なんかラジオ番組が始まるみたいです。放置少女公式ディスコードでのコミュニケーションをさらに楽しみいただくためにディスコード限定のラジオ配信を開始、個性豊かな 4名の職員による放送をご視聴ください。職員が喋るってことなんですかね。
配信スタートは11月10日から、まあ、本日ってことですよね。詳しくはこちらのフォーラムを、ご覧くださいと。まあこれなんか不具合があって今配信遅れてるみたいですが、もう配信されたのかな、まあ、これ後ほどまたお話が出てきます。ということで、放置少女ラジオっていうものがね、まあ本日から配信されて月曜木曜配信されるみたいなので、毎週かな、みたいなので、まあちょっと一回聞いてみようかなとは思います。個性豊かな 4名の職員っていう、この職員がちょっと気になるところですよね。どなたが喋っているのかっていうところを、まあ、ちょっと後で聞いてみようかなと思います。そして本日15時42分ですねに更新ありました。サーバーアップデートおよび不具合修正のお知らせということで、放置少女運営チームです。11月10日16時にサーバーのアップデートおよび下記不具合の修正を実施いたします。ログイン中の首相様はサーバーから切断されますが、すぐにログインできるように、なりますので、一度アプリを再起動して接続をお試しください。不具合の内容、ラッキースターの提供 割合にて、紅翡翠、赤翡翠の表記が正常に表示されない不具合ですね。まあこれは表示だけかな。で、後ほどお詫びの品を送付いたします。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたしますと。引き続き放置少女よろしくお願いいたしますと、まあ、ご表記があったので正しく直しますよということですね。そしてこれですね、さっきあったディスコードのラジオの関するところですけど、今日の19時ですね、もうついさっき2時間前ぐらいかな、特別職員放送延期のお知らせということで、ラジオ延期です。11月10日19時より開始を予定しておりました特別職員ラジオですが、機材トラブルのため現在調整を行っております。お待ちいただいている皆様には大変申し訳ございません。これ生放送なのかな。再開のめどが立ち次第改めて告知でご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますと。そして10分後ですね、これ10分後19時20分特別職員放送開始のお知らせということで、この10分で何があったんでしょうね。上記で延期しておりました特別職員ラジオにつきまして、機材の調整が完了し、19時17分より配信を開始しております。お待たせいたしまして大変申し訳ございません。今後とも特別職員ラジオをよろしくお願いいたしますと。まあ10分で機材トラブルが治ったってことですかね。うん、まあこれはもう配信されているっていうことなので、後でチェックとかできるのかな、アーカイブチェックとかできればいいですね。そして、本日20時ですね、これからが通常の更新情報になります。栄華銀月で変わっているところは、花の水引きが来ますということで、 MR アバターのガチャが来るということですね。花の水引きは MR アバターのガチャで使用可能というものになります。まあ、こちらパック来てますよと。まあ、誰が来るかはもうね、更新情報の左上見てもらったら、僕の画面のね左上見てもらったら分かりますが、もう上杉謙信の MR アバターが来るのが確定していますので、まあ、こちらで使えるということです。そして椿翡翠パックが来ています。まあ、これは MR アバターガチャの交換のみで使用可能と。SSR、UR アバター、UR 線アバターの絆を交換できる。まあ、上杉謙信の UR と MR じゃなくて UR 線アバターかを交換できるっていうことですね。うん、なので、まあ、椿翡翠で、まあ、その辺、絆ですよね。まあ、補填できるっていうことになります。で、こちら期間が11月17日までとなってますね。そして、一朝一夕。必ず大吉ということで、ランダムで、これは実は必ず大吉なので 75% から 80% の減俸が獲得可能ということですね。キャンペーン期間中は毎日必ず大吉、まあ、大吉なので 70% 以下は出ませんよということになります。期間内に初回減俸購入時のみ、倍率により特別ボーナスをゲットできますよということで、こちらが14日までですね、今月14日までやっております。そしてお土産販売者ということで、お買い得品を買ってくださいということですね。まあこちらパックがありますので、課金できる人はというところですね。うん。そしてこちら再登場キャラ情報になります。レース少女ということで、走れ走れ風のように、レース少女花公園はあなたの心に入り込んでいくということで、花公園の UR 線アバターが再販となります。まあこっちはね、まあ、特に見に行かなくても大丈夫かなと思います。まあ UR 線なんでね、早く MR になってほしいですね、花公園ね。ただ花嫁衣装が確か花公園って常時置いていたと思うので、まあその辺はね、花公園育てている人はね、うん、まあ育てている人は持ってるか、まあこれから取ろうという人は、まあその辺も合わせてっていう感じになりますね。そして新アバター情報ですね。まあこれ結構待ってた人多いんではないかなと思います。これが空は黄昏、
雪は舞い、澄んだ湯に散る梅の花、雪見温泉、上杉謙信が注ぐ、これなんだろう、一軒かな、はあなたと美水を楽しむために、本イベントでは絆翡翠で上杉謙信の絆と交換できます。詳細、絆翡翠1個で上杉謙信の絆5個と交換できます。そして、椿翡翠1個で羊喫茶、まあこれ UR 線アバターになるんですけど、上杉謙信の絆5個と交換することができます。まあこれさっきのやつですね。で、以下の累積ガチャ回数で報酬が獲得できますと、まあ累積ガチャ15回50回とかで花の水引が手に入りますよということですね。で、こちら期間が11月17日木曜日23時59分までとなっておりますので、まあ上杉謙信ね、結構持っている方多いと思います。やっぱ戦場戦役でね、最適正だったこともありますし、今でも十分使えると思いますので、まあ今ね、ちょっと大鬼神っていうライバルが出てきて、191ステージ以上かな、まあちょっと大鬼神に座を譲ったりとかしちゃってますが、まあ今度は上杉謙信が MR になるので、果たしてどうなるかということですね。もちろん190ステージまででは上杉謙信むちゃくちゃ役に立ちますということです。はい、ということで大きい画像を出していきましょう。まずは花公園から、まあ、こちら UR 線の花公園になります。そしてこちらが MR 上杉謙信となりますね。雪見温泉の今回来る MR アバターになります。果たしてどんな感じで来るのか、ちょっと楽しみですね。で、それに伴いちょっと予想とかしてみようかな。うん、もう今回のアップデート情報ここまでなので、と上、画像を出します。画像というかゲーム画面出します。こちら羊喫茶の上杉謙信 UR 戦アバターになりますね。で、現在専属武器ですね、専属武器に関しては物理防御貫通と物理会心ダメージついています。まあ、これどちらもいいものですね。そして、まずパッシブスキルですね、防御貫通800ついてます。なのでダブル貫通がもうついてますね。ただこっちがね、レベルかけるじゃないのがもったいないかなとは思いますが、まあ、ここはね1000ぐらいになるでしょう。そして根基地、ちょっと根基地は今ちょっと死にパッシブになりかかっているので、これちょっと厳しいパッシブではありますかね。で、ここで筋力値、体力値ということなので、まあ、筋力値、体力値、これ非常にいいものですね。間違いなく筋力値360か340もらえますし、体力値もレベルかける300おそらくもらえるでしょうとなるので、HP かなり伸びます。で、筋力値もトップクラスに高くなりますと。あと、貫通ダブルでついているので、で、会心ダメージもついてますよね。で、上杉謙信はアクティブスキルの兼ね合いで、別に会心値のパッシブっていうのはいらなかったりするので、となると、まあ今現在で十分欲しいパッシブはあるかなと。ということはここ特殊パッシブ枠になるんではないかなと思います。なんかそういうのあったらいいですね。普通にパッシブってのも可能性ありますけど、まあ、あるとしたら、もしかしたら物理会心ダメージ耐性とか来ちゃうかもしれない、ですね。もうちょっとそのパッシブは僕外れだと思ってるんで、できれば来ない方がいいんですけど、なんか特殊パッシブでね、面白いの来てくれたらいいなと思います。やっぱ上杉謙信ね、一つの目玉になってますんで、まあ、やっぱりね、そのままのちょっと強化したぐらいではなくて、まあ、やっぱりなんか面白い強化、みんながびっくりするような強化来てくれたらいいなと思います。で、アクティブスキルに関しては、まあ、範囲攻撃ですよね。敵6名に 800% の物理ダメージで、群雄走破でダメージ倍になる。ここ群雄走破もういらないかなと思います。もう普通にダメージ倍でいいんじゃないかなと。で、毎回攻撃前、自身が狂乱状態の場合、必ず会心攻撃が発生ですね。必ず命中。まあ、これは、まあ、ちょっと使えない部分があるかなと思いますね。で、すべての攻撃後、2ターンの間、自身が狂乱状態になると。これ、すべての攻撃後なので、まあ、スキル1の狂乱状態の場合、必ず会心攻撃が発生っていうのは、まあ、ちょっと使えないところですよね。で、全ての攻撃後2ターンの間自身が狂乱状態になるので、これ無条件で入ります。なので非常に優秀ですと。まあまあまあ、上杉謙信ね、みんな知ってると思いますので、そこまで言わなくてもわかるかなとは思いますが、まあまあ必ず入れますよと。無条件なのが非常にいいってことですね。で、自身の残り HP が 50% より高い場合、3ターンの間挑発と援護状態になります。これ挑発生後も情報来てます。で、援護生後になります。受けるダメージが 50% 減少、ダメージ反射が 100% 増加がどこまで伸びるかですね。ま、なので、まあ援護があるので、ここでね、ダメージカットが上杉謙信入りますということで、まあ、ダメージカット耐久面は安心ですね。で、挑発生後ですね。挑発生後がもう先に情報が来てて、生後のとこですね。生後のとこで、この辺かな、ここですね。挑発生後来ています。敵の攻撃、
集中攻撃を含むを自身に集中させます、まあ、敵の攻撃を引きつけるものですね。それプラス筋力ダメージを減少させることができます、まあ、防御無視を減少させるっていうところですね、まあ、それができますと、まあ、なのでそれは大きいかなと思います、まあ、挑発が正誤になることでね、筋力防御無視がまあ軽減できるっていうところです。そしてスキル2に関しては、まあ、この HP サーチですね、まあ、4名の範囲攻撃になりますと。で、毎回攻撃前、自身の筋力値、敏捷値、知力値のいずれかが敵より高い場合、これ最近変わったとこですよね。ダメージが倍になります。まあ、ダメージ倍が取りやすくなりましたよってことですね。で、自身が狂乱状態の場合、必ず会心攻撃が発生。まあ、スキル1で狂乱に入れるので、ここはほぼ確実に取れます。なので、必ず命中ですし、これがいいとこですよね。スキル2の攻撃が必中になるのが、今、上杉謙信、非常にいいところです。そして、自身が総ダメージ 50% の HP 回復で、有益状態と特殊状態のターン数プラス敵撃破数 ×1、 敵を撃破できれば有益状態のターン数伸びますよということで、まあ、これ正誤状態のね、ターン数伸びるにつながってくるのかなと、まあ、MR になったらつながるのかなと思います。なので、まあ、現状でも、まあ、戦場戦役に関しては十分優秀です。ただ対人においてはそこまでっていうところになってきますので、まあ、対人でも強くなるように育ててくるのか、まあ、はたまたはもう完全に戦場戦役特化みたいな形にしてくるのかってところですけど、大き人が戦場戦役特化ではなくて対人の方に振ってきたんですよね、大き人の MR の時に。ってことは上杉はこれまた対人の方に振ってくるのかなと。で、対人に振っても上杉謙信結局ね、火力は出せるので、必中火力出せますので、まあそっちに振られても、まあまだなんとかなるかなと。まあ普通に UR 戦の段階でも十分通用してますし、まあ、MR になってね、通用しなくならない、通用でしなくなるっていうことはないと思いますので、まあ、どういう強化が来ても上杉謙信は強くなるかなと。ただ対人に強くなるか、対人はもう諦めて戦場戦役の方にシフトするかっていう感じですね、まあ、これがどっちの方面になるのかっていうのが、まあちょっとお楽しみなところですかね。まあ、どっちも範囲攻撃なので、まあ、急に多分闘技場とかで強くなるってことはないとは思うんですよね、まあ、なので、まあ、そこが、まあ、強くならないと分かってても強くしてくるのか、それとも戦場戦役でかなり火力が出るように作ってくるのか、まあ、これは明日の12時ですね、お昼お楽しみにしておきましょう。アクティブスキルね、やっぱダブル範囲攻撃っていうのはちょっと不利だよね、なのでスキル1にこれ連撃とかついてくれたらいいかなと、まあ、もしくは追加効果というか追加攻撃ですね、まあ、そのあたりがつけばまだ面白いのかなと。スキル2に関してはもう火力が十分今の段階で出ますので、さらにっていうところはないような気がします、やっぱあるとしたらスキル1ですね。あとは筋力防御無視がしっかりスキル1につくとかね、まあ、このあたり期待したいところですね。はい、ということで、今回のアップデート情報はこのあたりになります。まあ完全に目玉は上杉謙信の新 MR アバですね。こちら楽しみに待っておきましょう。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。